エコースポーツ TV をご覧の皆様どうもーゴールキーパーのグローブとスパイクのメーカーが合ってて色や、まあ、モデルまでですね揃ってたら非常にかっこいいなと、えー、思っているフットボールスタジアムのアルカッチです。はいということで今回はですねこちら最近激アツのキーパーグローブコーナーこちらのご紹介なんですがその中でもはいこちら、えー、っとセルスはいこの、えー、キーパーグローブのご紹介になります。はい えーと去年コロナの影響もありまして1年入荷が、えー、なかったんですが久々の入荷ですね今回はこのトータルコンタクトのアクアシリーズとこちら、えー、ラップですねラップシリーズのアクアグリップとえー、とジュニアの品番になるのかなこれははいえー、ブラックベースのですねアクアグリップこちらのご紹介になりますはいその中でもですねはい私の個人的に好きな えー、トータルコンタクトをつけてみました非常にあの洗練されたデザインボディですね白ベースなんですが非常におしゃれで、えー、かっこいいですねでカッティングも特徴があって、まあ、非常にあの指先タイトな感じになってますでえー、っとまあ必要ないところはグリップがなくて圧力かかるところにはロールしっかりロールしているというですねで分厚い パームとなっておりますはいですねでこれでセカンドモデルにあるんで当たるんであのまあトップモデルエリートモデルはまだ、えー、入荷待ちになってるんですが、まあ、グリップがさらに上ということなんですがもう十分このアクアグリップでもあのグリップ力高いですねちょっとやってみましょうかねこれすごいですね一回ボール離してるんですけどねまたキャッチできるという非常に グリップ力も高いしかっこいいデザインとなっております気になった方はぜひお早めにチェックしてみてくださいはい以上今日はセールスのゴールキーパーグローブのご紹介でした以上ですバイバーイ